アビス教団、人類を目の敵にする怪物たち。地下の情報網でも奴らの情報は滅多につかめない。少し面倒だったが、なんとか手がかりを手に入れた。もう手がかりをつかめたのかい？さすが顔の広いディルックだね。そういえばさ、風神バルバトス様はなんで人間の力を借りてるんだ？どう説明したらいいかな。人々の言う七神、その本質は俗世の七七星というべきなんだ。俗世を七つに分け、それぞれが治める。それが僕たち神としての責務。神の責務を果たすことで神の力を蓄える。だけど僕は統治とか嫌なんだ。モンドの人々もそういうの好まないと思うし。君たちが王のいない自由な城を作ればいい。バルバトス様の理念を私たちはちゃんと覚えている。神団長ってば信仰深い。単に誰かさんが自由すぎて仕事をサボっていただけとか考えないんだ。コホン。とにかくこんなに長くモンドに戻ってなかった僕のことだ。今の僕は紛れもなく七神の中でも最弱だよ。そんなに褒めないでよ。はあ、こんな風神様がいるとは。いいんだか悪いんだか。七国と七神の話はさておき、まずは人類共通の敵について話そう。今回調べたアビスの魔術師の痕跡はワイナリーのすぐ近くにあった。そいつを取り逃してはいけない。これってサンダンス？やはり、フォッキンゴラドゥモンファイヤー。ま、ビワ元素なんだけどね。よっせこれってサンダンス？師匠の技を喰らいなさい。やっほー。それこれって三段銃？それ打ち続けて。うんうん、いいか。どうでも不意打ち。お、これはアビスの魔術師を倒した後、何かエネルギーが散らばった。このエネルギーは僕とトワリンのつながりを根絶させるためのものみたいだ。風流廃墟を知っているか？うん、モンドのみんなはきっと知ってると思うんだ。今のトワリンはその廃墟を巣にしている。モンドの周りを封鎖する暴風のように、廃墟の入り口にも特殊な障壁があるんだ。でも今アビスの魔術師から散ったエネルギーを使うことで、魔力の織りなす韻律を僕は読み取ることができる。その韻律はヒルチャールの合唱より耳障りだけど、それでも暴風の障壁を突破して風流廃墟の内部に行くには十分だ。つまりトワリンに正面から挑むのか？僕は異論ないが、戦いを回避したいと言っているのはジンだ。いや、選択肢がない以上私がその責任を背負う。もしトワリンの討伐が唯一の救いの道であるなら、私が先陣を切る騎士となろう。大丈夫、まだその段階までは行ってないよ。うん、ウェンティ殿、それはつまり天空のライアーは切り札じゃないってことさ。本当の切り札は旅人だよ。旅人が？
もちろん君の戦力にも期待してるよ。でも君はもっと貴重な能力を持っているんだ。涙の結晶にあった不純物とトワリンを取り巻く呪いは同じ類の邪悪なる力だ。だからさ、金融野郎、それは危ないだろう。トワリンが激怒した時のことを思い出してみろ。動く前にトワリンに食われるぞ。ふん、面白い計画だ。やってみる価値はある。私も共に行くぞ、栄誉騎士。敵はアビスの怪物と竜。威圧感がすごそうだな。人間にだって人間の本気がある。さあ行こう。よし、英雄の紙片もいよいよ決戦のショーだ。僕に任せて。今は普通のライアーしかないけど、これくらいの風の障壁なら天空を使うまでもないって。ん？何あれ。敵襲だ、全員戦闘準備。ああ、演奏の前にまずはお掃除からだね。こういう雑用は詩人がやることじゃないんだけど。しかしどういうことだ。風流廃墟の周りにヒルチャールの巣などなかったはずだ。ヒルチャール、普通は元素濃度の高いエリアでしか活動しないんだけど、
ここにいたら体への負担が大きいはずなのに。アビス教団が裏で手を回したんだろう。しかし僕たちがここに来ることに確証はなかったはずだ。僕たちの行動を阻止するため、おそらく教団はあちこちに兵を投下している。じゃ早速、今回の観客は風だけだし、弦を引くスピードを早めてもいいよね。あ、本当に進めるようになった。お前もたまには役に立つんだな、弦遊野郎。ここからが本当の風流廃墟だ。みんな気をつけてくれ。体でどうやって巣まで戻るんだろうな。人みたいに歩くのではなく、彼は飛べるからね。お前、そういうことにしておこう。行き止まりだな。行き止まりだね。なあ、あそこの屋根でっかい穴が開いてないか？うん、あそこの雰囲気は利用できるかもしれない。うん、回り道になるけど行こう。うん、回り道になるけど行こう。この廃墟にアビスの魔術師が隠れてたりしないよな。もし出くわしたら、そこは勝ったことのあるディルックの旦那に。相手を甘く見ない方がいい。あ、いや、これは別に自分の腕を自慢したいわけじゃない。あいつらには予想外の手が残されているかもしれないという意味だ。そうだね。だから僕も君たちと共に行動すると決めたよ。君たちの安全のためにもね。はあ、僕ってばほんと真面目すぎ。詩人には向いてないよ。竜の涙探しには全然参加しなかった上、ずっと酒場にこもって酒を飲んでたくせに、どこが真面目なんだよ。嘘つくな。避けられる？
上はいけないね。この遺跡には古い封印が施されているみたいだ。これもトワリンの仕業か？違うよ。この廃墟は古代都市で、トワリンが一時的に身を置いてるに過ぎない。廃墟自体、四風守護の時代よりもずっと古いものなんだ。モンドは王のいない都市だったけど、モンドができる前はある暴君がここを統治していたんだ。うん、機会があったら君たちにもその物語を聞かせるよ。僕の知る考古学の知識からすると、動向装置が鍵になるはずだ。散らばった全てのパーツを元に戻せば、動向の儀式を完了できるだろう。見たところ、動向の儀式が行える状態までそうかけ離れてはいないようだ。まずはパーツを設置して、また様子を見てみよう。善は急げだ。ディルク先輩の言った通りに動向装置を解放しよう。どうした？動向装置の解放に取り掛かろう。さあやってみて。やってみないとどうなるかわからないだろ。装置の解除方法は合ってるみたいだね。この塔にはまだ3つの光の輪がある。つまりあと3つ動向装置を探さないと全ての封印は解除できないということか。ここから1つは見えるが、残りはきっと廃墟の内部、この塔を中心に分布しているはずだ。探そう。こんな装置と封印だらけのところに住んでて、トワリンは面倒じゃないのか？人みたいに歩くのではなく、彼は飛べるからね。お前、そういうことにしとこう。
いしょ。3つある光の輪のうち2つが地面になった。あと1つで塔の上に行くための封印を解除できるな。長年ギャングをやってきた経験から言わせてもらうと、使い慣れない武器を手元に置いとくのって丸腰でいるよりはるかに危険なの。